YouTube で使えるに決まってるじゃないですか。テレビじゃないんだ。勉強以外のプラスアルファがある。ああ、なるほど。なんかもっと勉強っていうのに主体的になった方がいいんだよっていうのを伝えたいです。大学生にもなってまだ通ってんじゃねえみたいな。医学部に行ってどうです、実際入ってみて医学部。そうですね、なんか東大学部って聞くとそれこそなんかもう僕からするとみんな雲の上の人みたいな感じのイメージ。それこそ香川からその、で、まあ、理三っていう時でも全然偏差値が違うので思ってますけど、意外とけど蓋開けてみると人間だなと思いましたね。なんか普通にそれこそ遊ぶときや、うん、それこそ実習のメンバーとかでこの前消しピンとか、はいはい、ですね、消しゴムで消しバトって言うんですか、なるほど、したりとか、はあ、やっぱみんなそれぞれ勉強以外のプラスアルファがあるなっていう。ああなるほど、なんか妊娠させる。それとローカル同士の2人なんで、あの僕2人が背中を見せてくれた。まさかあの短期まさかあの2人面識はあったりしたんですか。いやいや、もうがっつり僕実習とか、あの一緒で2年の時の実習が同じだったりとか、別に同じじゃなくてもみんなで授業受けたりするので。あ、へえ、じゃあもう普通にしてて、まあそっか、テレビ出てるからだ。そうですね、僕はあのに、はい、紹介されて、あのですね、言えるか、全然大丈夫ですよ。僕だって YouTube です。使えるに決まってるじゃないですか。テレビじゃないから。なんかサンマの東大方程式っていう番組に出させていただいた、はいはい、あれとかは元気の紹介なんですよね。元気が僕をこう紹介してくれて出れた。でも僕はもう恩人なんですよ。ただや、そうです、ちょっと事実かどうかわかんないので、僕はノーコメントです。そうですね、ノーコメント。だから僕は本当にコンプライアンスだけは絶対守ろうみたいな。そこは決めてるんで、あの安心してください。安心してください。入ってますよ。東大王が2人いなくなる。もう代わりじゃないですか。いやいや、入った穴が。僕はもうそのあんまりああいうこうテレビでドヤドヤみたいなできる感じではないので、やっぱ YouTube で、まあ、我が道を。YouTube で。彼らも本当にそれこそクイズとか司法試験とか、はいはい、あとはそれこそ関東でなんか水泳部で2位になった。東大学部ってなんか。運動できるイメージあんまないんですよ、はいはいはい、けどそこで2位になったりとか、研究がもっとすごいとか、はいはいはい、留学がとか、みんななんかそれぞれこう、なるほどなるほど、そうですね、出る杭が打たれないというか、へー、みんな出過ぎてるんですよね。あー、なるほど、もう杭が出まくる。なんで話してるとやっぱ刺激になりますよね、みんな。なるほど、でも気をつけろと。ほんとそれ。いきなり打たれちゃう。医者になる気はあるんですか？あ、そうです、これは僕はあんまりこう、そうですね、言ったことなかったんですけど、僕は実際その医者になるかならないかっていう、今のところ医者っていう道は今はならない予定です。はあはあはあ、そうです。なんで、医学部は卒業はして国家試験を取るんですけど、それこそ面談とかの時には、国家試験を取ると。ただマッチングっていうその病院に就職みたいな感じではしなくて、まずはちょっとやっぱ教育の、うん、オンライン教育ってところはまだまだ全然こう土台が整ってないと思ってまして、そこをやっぱり僕とかも一つ関われる一員にやっぱなりたいんで、うん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 、あるので、やっぱ医者に例えばなるとしても、もともとはブランクを開けて卒業した上、あとでいきなり医者になると、あの副業が多分禁止なんですよ、研修医とかは。そうですね、研修医は。そうです。なんで2年間例えばもう YouTube やってて、けど医者になります、じゃあ YouTube やめますだと、いや確かにみんな安定とか高収入とか絶対医者を取るんですよね。なんで東大学部で教育ってあんまいないと思うんですけど、はいはいはい、僕はどちらかってそっちの安定とかよりも不安定でもいいから、やっぱり自分のまずやりたい道を作りたいな。そうですね、オンラインね、こんなにも日本って進まないかって思うぐらい進んでないんですよ。本当、僕が描いていた未来とだいぶ違いますから今。そうなんですね、はい、もうだって大学時代に僕はもうアメリカに住みながら授業してるっていうのを描いてたんですよ。なってない、なってどうしてっていう。確かに。じゃあこれからはそっち。そうです、まずはやっぱそこにかけて、別にその教育とかも正直受験勉強だけを教えるとかではないんですよ、はい、うんうん、それこそ僕がやりたいのは受験終わった後とかも一緒に関わりたいなっていう。ああ、なるほど。例えば僕がそれこそなんかペイフォワードというか恩送りっていうのを持ってるのは、僕が受験生の時ってその予備校の先生とかこの先生とかに
っぱ引き上げてもらって、うんうん、なんとか東大合格できたっていうところがあったんですよね、はい、でそれでやっぱり東大こう入った中でなんかそこで終わりとかだと結局やっぱり僕のようなこう地方の子がなんかなかなかこう東大にっていう時にみんな情報不足だったり、はいはい、そうですね、そうですね、だって改正だともう授業で成立しちゃいますかね東大対策が。いや本当に羨ましいですよね。だから言ってましたもん、やっぱ地方で出てきて入った人が本当にすごい人だって言ってましたよ。ああ、いやありがとうございそれで YouTube 始めたきっかけっていうのも、 YouTube はですね、僕実は3年の時に半年ぐらいだけちょっとだけちっちゃくやってて、はい、そうですね、もう一回5月の令和元年の5月1日にスタートしたんですけど、はいはい、まあ試しぐらいでやってた、はいはいはい、で全然もうあれはもう忘れてほしいです、忘れてほしいもうただなんかもう自分のそうですね編集とかもなくもただ自分の言いたいことみたいな、なんで YouTube 始めたかっていうと、やっぱりなんか情報発信はやっぱしていきたいなって思ったんですね、うんうん、そこで最初はツイッターとかなんか思ってたんですけど、やっぱりもうそれこそこれからの時代って動画の時代って言われてますし、そうですね、じゃあ発信できるのはどこかなって思ったらやっぱ YouTube だと、あの教えてきた生徒が大学、例えばそれこそ東大に入ってスバルさんと一緒になんか教育活動したいですみたいな言ってくれる子とかが一緒にこう、へえ、すごいじゃないですか、教祖誕生けどそれで伝えたいことはじゃあ一体、ああそうですね、なんか YouTube でこう発信したいことがあるからやるんですよね。そうです、僕自身は普通の人から見ると問題解説をしてる人だなとか、まあ英語とか数学とかを思われるんですけど、僕が伝えたいことは本当はそうじゃなくて、もっと勉強っていうのを主体的になった方がいいんだよってことを伝えたいんですよね。っていうのも今ってこう YouTube とか、まあ、インターネットがこう発達していって、結局情報がすごい溢れている状況なんですよね。ただジャンクフードというか、なんか情報なんだけどなんかもうみんなこうキャッチーにしようとしすぎてて、なるほどなるほど、そうです、1秒1単語とかこの単語帳やれば誰でも偏差値70いくとか、あーなんか原宿にある食い物みたいな感じしてるインスタ映えするみたいな、あそうですそうですそうです、なんかもういろんなものをつけて華やかにして目移りしちゃう感じがちょっと確かに今もう多いなっていうのはありますね。なんかタピオカパンケーキ食べたいみたいなねナタデココパンナコティラミスみたいなのがなんかねこう並んで上げてる人とかは別に多分ちゃんとなんか根拠があってとかだと思うんですけど、ただ僕がもし受験生だったらってなるとなんかそこはちょっと小手先すぎるなっていうのがあるんですよ。1週間100時間とかね自分のチャンネル、ね、自分のチャンネルにある視聴者さんに変わってほしいなってどうしたの、なるほどなるほど、なんで視聴者さんがあこれもいいこれもいいってなんかみんな、 なんかやってこれもいいじゃ あできなかったじゃあこっちみたいな、みんななんかもうこういう状況なんですよ。伝えたいのはまずやっぱ一人信頼できる人っていうのはどうしても見つけてほしい、なるほどなるほど、そこの上で例えばその人からベースで勉強法だとかスケジュールって学べばもう多分そうですね、もう一直線でいくのかなって、じゃあ俺のチャンネルを見ろ他は偽物だみたいな全然他の教育系 YouTuber は偽物だからいやもう全然ついてこいってことでいいですかだからまあいかに悩んでるかっていうのは分かるし、また自分はやっぱ教え始めてこんなこともやってないんだとかこんなことも知らないんだってっていうのがやっぱりあるんだっていうのはよく分かりました、うん、勉強法求めてるんだっていうのは分かりますね。そうですね、みんなやり方分からずに突き進んでる、うん、でも重要なのはそうですね今振ったなっもう一回もう一回合うもの合わないものなんて絶対あるわけで、うん、自分でやっていく、そうですね、自分にやっぱ適したものを見つける力というか、そこってそれこそ多分大学入ってからもそうなんですね。大学ってそれこそ塾とかないじゃないですか。そうね、はい。そうですね、塾ベースでとかなんかその人に教えられてだけでやってる、その自分であんま考えない子って結構そうですね。こうなっちゃうんですよね。今呼び乗りなんか見ててもダメだって言ってましたが。いや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 、もう呼び乗り。おお。どうしました、ね。大学に大学生にもなってまだ頼ってんじゃねえみたいな。みたいなそんな感じでした。いやいやいや、ヨネさんもう恩師めっちゃ殴られてる、ね、僕バイキンマンみたいなツイッターでもうちょっとお会いしたいんですけど、あもう DM、 そうですそうです、で僕その時に僕って何もないというか、まあ本も出しててなんかテレビに出てるけど、はいはいはい、ただの大学生だったんです、うんうん、
帰ってくるかなと思ったら帰ってきて、2月25なんでちょうど入試の1日目ですよねの夜に渋谷でお会いして、そのやっぱ教育に関してちょっと誰よりもやっぱりちょっと思いがあったんで、よみよりさんが教育 YouTuber としてはもうやっぱり、あれでは、YouTuber としてはもうすごいもう光り輝く、そうですね、つぶつぶですから、ピカピカですよ、はい。そこでやっぱ YouTube の可能性を教えてもらって、で1万人達成した時もよみよりさんに LINE で言ったり、はいはい、3万人達成した時もよみよりさんに、はいはいはい、で5万達成したらぜひなんか、そうですね、ちょっと行きましょうみたいな。あコラボ実現するもしかしたらそうですね、まあ、今ちょっとしちゃってますけどあゆみさんまあ僕もそうですかね、ゆみのりさんがきっかけで始めてますからね YouTube。 あそうなんですね、そうそうそう、教育系 YouTuber ってものがあるんだってこと。うーん、それまでは本当にだってマリオメーカーの配信しか見ないぐらいさあさあ、ね、そろそろ帰ってもらう。 Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.